こうやこうや、でブランブランちょん触って上げて蹴る、前足でチャンス狙ってそっからエアブラスト、エアブラスト。このイメージ、そう、ケツが引いてしまうよ、こうなってしまうよ。これじゃできん、じゃあグッと押したの。あ、こいつ、次、そう、次はこっち意識、ドーン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 、すぐ入す。もっと大きく引いて、大きく引いてみ。はい、引きよ、そう。回ってない。もうぐっと、今この状態、棒立ちの状態から力を息を吐きながら、ふっと股関節に力入れてみ。ここにボーンと落としてみ。そう。その状態から入れてみ。そう、今の突き。こっちの突きはいい。今ちょっとこっちが硬い。そう、今股関節意識したね、股関節。股関節ってすごい大事で、股関節だけで距離は全然違うし、また肩甲骨も距離違うし、これが硬いともちろん蹴りもできん、硬かったらもう蹴りが出ようがない。これが柔らかいからこの近場でも蹴れる、引き上げてこの近場でも蹴れる。股関節が柔らかいから、柔らかくするように練習をすることね。例えばお尻で歩いたりとか、あの下がったりとか、もう少しあのこの股関節をこうやって回してみたりとか、いろいろとやり方あるけど、そういう中で股関節を柔らかくしていけば、蹴りだけじゃなくて突きも生きてくるから。また、手持ちます。さっきの3つの動きを意識して、な、上げて蹴る、な、上げて下ろしていいです、ね、できるようになってきたら上げたままで何回も蹴ってほしいんやけども、両方の、ね、蹴りをしてほしいんやけども、今君たちはフラフラになるからしっかり上げて蹴る、ね、上げて蹴る、いいかな。それを練習しましょう。この時膝上げてるからな、くるっとこう回すようなイメージな、うん、内回しやから回すようなイメージで、さっきのことを意識してやってみましょう。できない子、足上がらないという子はもうまだ背中でいいです。背中でいいから背中をしっかりな、練習な。でできるようになった子は上に蹴る。その時当たったらあかんから、こっちの子手置いとこう、こうやってな、ここ目安、ここにしっかり当てれるように。わかりました。はい。はい。